南シナ海での中国の石油掘削をめぐり中国とベトナムが対立する中、シンガポールでアジア安全保障会議が開かれました。南シナ海で一方的な現状変更を図ろうとする中国に対して出席者から厳しい批判、集中的に浴びせられました。まあ、緊迫した異例の展開です。まあ、ただ中国強硬姿勢を崩しません。中国の傍聴路線に対する周辺国の警戒感、一段と強まっています。まあ、今回の保障会議というのは安倍総理の基調講演から始まり、 まあこの中で安倍総理は既成事実を積み重ね現状の変化を固定しようとする動きは強い非難の対象などと発言しましたアメリカのヘーゲル国防長官も中国を名指しで批判これに対して中国の代表団率いる軍の幹部きのうの会合で安倍総理とアメリカのヘーゲル国防長官の名前14回ずつ挙げて中国を一方的に非難したと糾弾、えー、批判の応酬となったと まあしかし、荒れた感じになってますけども、ますます何かこう中国が孤立化していってますよ、ね、そうですね、えーはい、これは、あの視点がいくつかあるんですけど、えー、まず1つ目はですね、まあもともと米中一体化だとか言ってね、煽ってた人がいるんです、g 数論ってやつね、えー、まあ一番最初に言ったのはあのあれですよね。<laughs> ヤンブレマーさんというですね。まあ、保険会社のコンサルタントなみたいな人で、保険を売るのが商売みたいな人なんですけど、まあ、この、まあ、G2 論、完全に外れたっていうことですよね。はい、ね日本でもそのシルーマに乗って、チャイナメリカとか言って煽ってた人いるんですけど、全くこの人たち反省もしなければ、自説を撤回してないんで、まあ、こういう人は信じちゃダメだな、というのが一つ目ですね。二、うん、つ目はですね、まあ、これあの、戦略論の基本なんですけど、まあ、このチャイナのようなですね、まあ、かなり横暴な形で対等してくる勢力に関しては、周辺諸国が連携してですね、まあ、バランス 取ろうとするんです、ね、これ、バランシングというんですけど、はいえー、まさにあの基本通りのバランシングが今、起こっているというふうに思っていただければと、えーはい、で3つ目はですね、まあ、先日あの来日したエドワード・ルトワックさんというね、まあ、アメリカの有名な戦略家、研究家がいるんですが、まあ、彼は一言、このチャイナの動きに対してですね、えー、スティーピッドだと、<ー>アホだと, <laughs> ホだと <laughs> 言っておりました、えーで、なぜそうなっちゃうかというと、彼らはまあ内部の変な理論で動いてますと。 で、一番いけないのは、孫子の兵法が外国人にも通じると思ってるんだと。はあ、これは間違ってると。孫子の兵法でね、2000年間やってきましたけど、北方民族に対して一回でも勝ったことあんのかと。勝てるわけないんですと。 というふうにルトワックさんは言ってましたね。はい。うん、それが、でも、まあ、ここまでですね。はい。まあ、今後、その、G7 はい。これが、ベルギー、ブリュッセルで。今度の、あさって、しあさってですかはい。四日と五日に開かれますが。はい。まあ、ここでも、中国を名指しで、まあ、非難して。はい。え、時勢を迫る文言が盛り込まれる方向だと思われております。はい。もう、世界的に回してますよね、中国。そうですね。あと、あの、まあ、ヘーゲル国防長官はですね。はい。今回、あの、尖閣諸島が安保の適用範囲内だと、え、強く。 言いましたよねこれ、ええ、ブッシュ大統領もそうなんですけど、これあの、初めてらしいですよ、アメリカがこんなこと言うのは、<ー>これもルートバックさんから聞きましたけど、ええあの、ワシントンと同じぐらいの勢いで尖閣守りますと、ええ、いうことは。あの 明言されてますので、これ、チャイナにとっては非常にいまいちな回答を引き出してしまったことで、まさにステューピッドだということですから。また、これとは別にですね、日本が、中国がですね、日本の捕鯨に言及する場面もあったと。そうなんですか。もう何でもね、弾投げてきて、もうあれです、欧米を味方につけられそうな弾を何でも投げてくるって感じじゃないですかね。何かこうね、子供の喧嘩じゃないんだから、追いつくまんまね、お前の母ちゃん、デベソとか昔言いましたけど。 はい、そんな,なんか感じになってきちゃって、何が出たかっていうと、保証会議の,あの公開討論の中で、日本側が尖閣諸島をめぐって、えー、国際法による解決の重要性というのを訴えました、はい、まあこれに対して中国側が、はいえー、総理は国際法遵守のいい例を示したいのなら、はい、捕鯨をやめたらどうか、はいえー、友人としての提案だと。 なるほどね、そしたら、チベットやウイグルにおける人権弾圧もやめたらどうだと、お前ら動物じゃなくて人間にやってるだろう、虐待をみたいな感じで、生かしてやればいいんですよね、中国巡っては、あさって4日、中国の天安門事件から25年を迎えるんですよね、香港で昨日この事件の犠牲者を追悼するデモが、ですね民主派団体によるデモ、3000人が参加、一方で中国の公安当局は、政治的な集会への取り締まり、これを強めるために、刑法の解釈 こうを拡大して、ネット空間、公共の空間だとして、取り締まる方針に切り替えたと言いますし、はい、なるほど、今、えー、ね、香港では、進撃の巨,巨人がね、はい、ものすごい流行ってるら<ー>あのイギリスというね壁に守られていた香港ね、えーえー、あね、チャイナというね巨人にこう、なんかね、<ー>圧迫されてるわけですよ、あそういう戦略うです、ね、は行ってるらしいです一方では、ですね、えー、この天安門事件で民主化を求める学生に理解を示したということで、失脚した趙氏を元総書記。 この側近が公安当局に連行されていることも分かっております、はい、なるほどね、これは海外メディアに接触できないように、はいまあ、抑えたんだというように理解されているようなんですけどあね、チャイナのサイバー部隊というのは、まあ、いわゆるネットの火消しをやるんですよ。はい、で、何を基準にやるかというとね、あのなんかあの、現実の行動に結びつきそうな、炎上しそうなネタを投稿するやつを徹底的に取り締まるらしいです。だからあの、政府に対して多少文句言っても、炎上しなければ、うん、わざと放置するらしいです。 それであえて自由だよっていう、まあそんな感じですね、削除屋さんがですね、削除人が10万人だか20万人だかいるという、そんなにいるんですか、なんか、そんなの政府でやってるってこと自体がどうなのって感じ確かに13億を超える人がいる、その中でインターネット使ってる人って言ったら、まあ少ないんでしょういや、結構いっぱいいるんです、それでも、それで今、広まってしまうんで、大変なんですよねでも、もともと中国はなんでこんなに暴挙に出てるんですかね。それはやっぱり共産党というの チャイナ共産党とい,いうものが、そもそもその、まあ、今の、えー、あの地域を統治している正当な理由というのはないんです、まあ、いわゆるその軍閥によってです、ね、はい、定位を散奪したような形で成立した王朝ですから、まあ、その,あの統治の正当性ということは常に問われるんですね、えーで、その統治の正当性を国民に対して示すためには、えー、軍事でも、それから経済でも、連戦連勝じゃなきゃいけないんですよ。はい、ところが経済は今、ちょっと連戦連敗になりつつあると。 なので、今、軍事で頑張っているということですよね。軍事で頑張っている、はい、ということなんですね、はい、それがものすごい格差社会ですし、はい、まあ,あと社会福祉なんてほとんどないですから、共産主義の国なのになんで社会,あの社会福祉がないんだ恐ろしいんですけれども、えー、まあセーフティーネットは全くないですから、えー、あの住民というかね、人民の不満はかなり高まってまして、えー、ちょっとしたきっかけで,です、ね、警察車両をひっくり返して、火をつけたりとか、はあえー、でそれがいわゆるそのネット空間でばーって拡散して、ね、全国各地でまあ反共産党デモが起こるかもしれないわけですよ。 ええ、それを恐れて彼らは、まあ、あの目を海外に常に向けたいということなんだと思いますね、ええまああのー、以前はです、ね、そのアメリカがどれぐらいそのアジア戦略、本気なのかと、はい、まあいうことをちょっと試してるんだなんていう、ねはい、見る向きもありましたけども、はい、試しすぎでししょこれいや試した結果があのこういうことなんでだからスティーピッドなんですい。えーはい、チャンネル登録もよろしくお願いします。